鈴木正文は、日本の雑誌編集者であり、自動車評論家。GQ ジャパン編集長、インターネット関連事業を行う七様、株式会社顧問。東京都出身、慶応義塾大学文学部入学後に、学生運動に傾倒し、1969年には、東大安田行動事件に加わり、違法活動により逮捕されている。 その後、同大学を中退する。反戦集会時の鈴木の立勘パフォーマンス、その後雑誌の編集者などを経て、1983年には、カーグラフィックなどを出版する、二元社に入社。1984年には、自動車雑誌、ナビの創刊に携わり、1989年には、同志二代目編集長に就任した。 共産主義者を自称し、市場では、猛語録を引用した記事を書いたり、フランスが核実験を実施すれば、市場でフランス社ユーザーを募って、フランス大使館へフランス社を連ねたデモを行い、1991年の湾岸戦争勃発時にも、やはり市場にて、反戦デモへの参加を呼びかけ、同3月には、明治公園で反戦集会を実施したり、 ダニエル・コーンベンエのインタビュー記事を掲載するなど、編集長時代には、既存の自動車雑誌にはない、鈴木らしさを全面的に出した言動を展開した。なお、1991年のソビエト連邦の崩壊後には、共産主義者を自称することはなくなった上、プチブル的なものに対する憧れを隠さなくなったことから、裏切り者と呼ばれるようになった。また、 1993年初頭には、鈴木の編集部運営に反発した、編集部員10人程度が、二元社経営陣に対し鈴木の編集長介入を求め、抗議行動を起こし大量に離脱するという事件を起こした。なおこの際、副編集長だった、小川文夫と今尾直家樹は、鈴木側に立ち、また須山拓、岡さゆり、青木陽子らも、 編集部に残留した。なお、抗議行動を起こした、編集部員らを支援したノンフィクション作家で、自動車評論家の中部博、写真家の森谷祐二などは、同志編集部から出入り禁止になった。しかし、経営陣は、鈴木の編集長時代に、ナビの部数が上がったことなど、編集長としての手腕を認め、その後も、鈴木を編集長に止めることになる。 その後、1999年に独立し、自動車雑誌、エンジンを新たに立ち上げるとともに、初代編集長となる。その後同氏は、鈴木が編集長を務めていた末期のナビ同様にファッションに関する記事を取り入れるとともに、ファッション関連の広告主を獲得し収益を安定させ現在に至る。2012年1月より、 GQ Japan 編集長に就任。ナビとエンジンの副編集長を務めたいマオジカジをシニアエディターに自身のナビ公認編集長であった小川文夫をコントリビューティングエディターに起用。現在も編集長を務める。http://www.naiou.co.jp スラッシュ。 鈴木正文プロフィール車への熱気思い小林翔太郎ビータリティインタビュー鈴木正文オープナーズ7用株式会社2008年7月日経トレンディネット2010年1月21日ナビ1991年2月号東大落場に対する書評の中で自ら明らかにしているありがとうございます